国鉄祖百系貨車は、かつて、日本国有鉄道に在籍した、事故救援用ミサオエ車である。鉄道車両の脱線事故や、転覆事故の復旧に使用された。回転式、キャブとクレーンを装備している。また、クレーンのブームを収めるための控え者である長物車を、伴っている。1951年から1956年に、かけて、 国鉄浜松工場で14両が製造された。ミサオ従者の中でも小型に分類され、扱い荷重は最大で15トンとなっている。これは貨車は1両で、客車は2両で扱うことを想定したものである。本形式は、従来からの大型ミサオ従者が、蒸気機関を動力として用いるため、蒸気圧が上がるまで作業にかかれず、 操作も鈍重な上、軽量な客車や滑車を釣り上げるには、オーバースペックであり、また製作費もかさむことから、ミサオ重車の普及を図る目的で開発されたもので、ある。そのため、動力として、ディーゼルエンジンを、初めて採用し、操作も扱いの容易なディーゼル電気式の、ワードレオナード方式とした。本形式ではブームを、ソ30型より長くしたが、 軽量なトラス構造とし、その根元部分の中央部に操作室を設置した。台車は、板台枠式の二軸ボギー台車を2機装備した。両台車に、各1個の電動機が装備され、低速ながら自走することができた。作業時に使用するアウトリガーや、レールクランプの構造は、大型ミサオ重車と変わらない。また、ブレーキ装置は、自社用のみの設備で、 改装時に使用する貫通ブレーキは装備されていない。しかし、貨車の救援に際して、赤車状態の車両を扱うには、扱い荷重が小さすぎるという欠点が露見し、クレーン自動車の普及もあって、1987年4月の国鉄分割ミニエカまでに全車が廃車された。本形式は地方幹線の拠点に配置されていたが、 1980年時点の常備役は次の通りである。ありがとうございます。